の恵美選手です。はい、ちょっと私ずっと気になってたことがあって、はい、私ボートレースを知ってからまだ7ヶ月ぐらいなんですね、はい、なんですけど、ボートレースってすごいなって思ってて、はい、ボートレーサーすごいなって思ってるんですけど、そのボートレーサーになったきっかけって何だったか、きっかけ、はい、聞いてもいいですか。は、私選手になって、はい、姉が選手を目指してたんですけども、で、はい、私も高校卒業してずっとバイトしかしてなかったので、はい、でお姉ちゃんに誘われて琵琶湖競艇場に初めて見に行って、でそこですごい感動して、そうお姉ちゃんと一緒に選手になろうって言って、一緒に、はい、そうだったんですね、はい、なんかすごい、ありがとうございます、はい、あとちょっとプライベートなこと聞いてもいいですか。はい、今回開会式で平高奈々選手が、はい、今回今節出てる女子レーサーはみんな若い子がいないって言ってたんですけど、ちょっと遠藤選手のちょっと好きなタイプとかちょっと聞いてもいいですか。優しい人。優しい人、はい、芸能人って言ったらどんな人ですか。顔好きになった人がタイプなんで、顔とかそこまで、はい、顔気にしないというか、はい、なるほど。休みの日とか何されてるんですか。旅行とか、そうですね。家にいることはないです。そうですね。アウトドアの、はい、ありがとうございます。はい、あと2日ありますけど、はい、ちょっとファンの方に向けてメッセージお願いしてもいいですか。はい、多分女優に乗れたと思うんで、しっかり集中して走りたいと思います。お待ちください。はい、ありがとうございます。はい、遠藤恵美選手でした。ありがとうございます。